今日はもう、動画さんに聞いても大変お忙しい中、それは厳しい議論があったことも事実だけれども、非常に和気あいあいとした友好的な話し合いも行われましたんですよと、まあ、そういうちょっと新聞はどうしてもね、この今の当面のデモとか破壊活動の方にばっかり報道が目がいってますけれども、実際の外相官内はそんなにね厳しく対立ばっかりしたわけじゃありませんと、これから一緒に共同作業で日中間をどうやったらより良いものにできるかという話もいくつも合意もしたんですよと。胡錦涛主席と会談する場合は非難の応酬するような会合にはしない方がいいと思ってますね。将来の友好を考えながらこの友好関係をどう増進していくかという、そういう前向きの会談であるべきだと思います。ちょっとされませんか。全体を考えてやるべきだと思います。外務大臣会合と主席首脳会談とは違ってもいいと思いますね。よく考えて日中の友好を大局的に考えたってやるなら意味があると思います。